こんにちは、ハッキンアザムヘルマットマリアムでございます。本日もですね、ゆるゆると語っていきたいなと思っておりますが、本日はですね、グッバイクルエルワールド、見てまいりましたので、レビューしていきたいなと思います。予告見た体で、話していきます。そして前半ネタバレなしで後半ネタバレありで語っていきたいなと思っております。で、今回ですね、監督は大森達史監督でございます。マホロ、マザー、太郎のバカ、日々これ口実とかね、なんかいろいろやっておりますという感じですね。どれもね、僕は結構好きな、監督ですね。はい、もう絶妙な間ですね。この人の特徴というのはね、結構長めにね、間を取るんですよね。なんですけど、こうギリギリのところ、長すぎないギリギリのところで、カットがありますねっていうのがあるかなというイメージですね。で、フィックスがね、すごくうまいです。あの引きの絵ですね、決めすぎないけど雑でもないっていうか、ものすごく絶妙なところに、フィックスで絵を決めるなというイメージがあります。で、結構ね、作品によってカメラマンも変えたりしてるなというところで、星の子とか日々これ口実とかだと結構ね、ステディーカムでね、結構ヌルヌルと動かしたりで、まあフィックスもあったりっていうところで、結構丁寧に撮る作品もあったりすれば、太郎のバカとかマザーとかね、あの辺は、結構ハンディでね、緊張感も持たせながらね、撮ったりしてますという感じですね。何気ない会話をね、見せるのがね、すごくうまいなという感じがしますね。で、この人はね、よくテーマに挙げるのがね、社会からね、切り離された、というか忘れられた人みたいなところですね。それがなんか毎回テーマというか、なんか基本的にはそれが出てくる印象ですね。まあマホロとかそうだし、あとマザーもそうですね。まあ太郎のバカもそうだと思う。で、今作も、そういう人たちが出てきますというところでございます。僕マホロを初めて見たんですよ、昔ね、18とかそんぐらいの時に。あの、若干僕の人生に影響を及ぼしてんのかなって今思うとありますね。町田じゃないですか、ロケ地が町田なんですけど、高校出てからかなり町田にいることが多くてバンドのスタジオも町田にいた、やってたしっていうところですね。町田で遊ぶことがすげえ多かったですね。なんだろうなと思ったら、これを見たからな気がするんすよね。っていうのもね、あのロケ中のね、エータさんに一回出くわしたっていうのがあったりっていうのもあって、なんかそういうことでね、なんかちょっと思い入れがある作品と町ですね、町田っていうのは。はい、それもあって多分ね、町田の店で3年半ぐらい働いてたりしたんですけど、そういうのもあったんじゃないかなと思います。だから7年ぐらいか、7年ぐらい町田で結構遊んでたというか過ごしてた記憶がありますね。はい、もっと個人的に言うとね、結構神奈川でね、ロケすることがね、多い気がしてますね。はい、まあマホロだったら町田で撮ってて、日々これ口実だとね、横浜が舞台になってて、相鉄線がね、映ったりしますね。で、まあ江ノ島も出てくるという感じで、あと星の子ですね。星の子はね、厚木秦野方面かなりローカルになってきましたね。あの辺で撮ってるという感じで、太郎のバカもね、多分あれ川崎とかあの辺なんじゃねえかなと思いますっていうところがあって、結構好きな監督です。今回撮影はですね、辻さんですね。辻さん、マザーをね、一緒に以前やっておりましたという感じです。うん、マザーはね、すごくね、丁寧ですね。はい、もう毎回大森さんの作品ってすごい丁寧に撮ってるなって感じがあるんですけどね、辻さんはね、その中でもね、丁寧だけどちょっと荒々しい、ハンディでね、荒々しさを出したい時とかに、なんか呼ばれてる気がしないでもないですね。まあ、マザーはね、結構ね、もう、胸クソな映画だったんで、もう、これ、ドキュメンタリックに撮って、まさに、もう映画というか、追体験させるように、撮ってるという感じでしたね。今回、脚本ですね、高田亮さんでございます。高田亮さんはね、もういろいろやってますね。探すもそうだし、死刑に至る病ね、オーバーフェンス、底の実にて光り輝くとかね、良作の方がですね、もういっぱいやっちゃってますという感じですね。はい、高田さんのオリジナル脚本でございますという感じでございましたね。今作はどんな映画かというとね、タランティーノがやりたかったって感じです
まあポスター見てもらえればわかると思うんですけど、もうフォントがジャッキー・ブラウンですね。で配色はパルプフィクションっぽいっていうところでございますね。まあそのまんまで、結構そのねオマージュなシーンが、いろいろ出てきますという感じです。なんですけどなんかもったいないなという気持ちが強いですね。僕はなんか大森さんの良さと話の面白いところが相殺し合っちゃってる気がしないでもないなという感じがしましたね。はい、なんかどっちつかずな印象がちょっとあります。僕はね予告とかにある感じのねエンタメ、ガンアクションみたいな感じを想像してるとちょっと面食らうかもしれないなというところですね。それではここからねネタバレありで、語っていきたいなと思います。じゃあ冒頭ですね。冒頭もうアメ車が出てきます。陽気なファンクが流れますという感じなんですけど、もうこれでねかなりねあれ大森さんこんなことするんだっていう感じですね。はい、あんまね大森さん結構音楽あんま使わないイメージがあるんですけど、ここぞっていうところだけでちょっと入れるぐらいのイメージなんですけど、今回ねかなり音楽使ってますね。まあそのタランティーノがね、やりたかったというところでそういうことだと思うんですけど、まあ、いつもと違う大森さんの感じで始まりますというところですね。ラブホに侵入して金をパクるというところなんですけども、まずねカット割りがね多いですね。かなりもう今までの大森さんだったらねもう引きでずっとそのまま見せちゃうよみたいな感じだと思うんですけど、序盤はねかなり割りますね。うん、これも多分ねタランティーノのあのテンポのいい会話みたいなところをやりたかったのかなっていう気がしましたね。はい、こっからハンディがねもう今作ハンディ多いなっていうところですね。まあ辻さんだっていうのは後で見て納得だったんですけど、はい、でまあかと思えばね結構意外とねステディカムを使ったりと、あのこのヌルヌルの動きですね、あれもね結構ちょいちょいあったりとしますね。なんか結構今までにない感じの撮影をしてたかなと思います。大森さん作品の中ではなんだろう、序盤で結構いつもの大森さんのいいところですね、フィックス、あの固定の絵っていうところ、まあ引きの絵ですね、引きで、会話していくっていう絵ですね。それがねあんまなくて寄りの絵がすごく多いんですね今回ね。寄りで会話していくと、寄りでパンパン会話していくっていうところで、でそれに大森さんの間ですねを使ってるっていうところで、まあタランティーノの僕好きなところはテンポの良さだと思うんですね。あの会話のものすごくテンポのいい会話とカットバックというか、うん、こうカットのカット割りですねっていうところと、大森さんの長めに間を取ったもうカットも割らない演出ですね。それがなんか、殺し合ってるなというところですね。大森さんの気持ちいい間じゃなくてテンポのいい会話に見せようとしてるんですけど、それでも大森さんが出ちゃってるっていうところで、なんかすごい中途半端な、までね展開していく感じがどうしてもしちゃったなという気がしましたね序盤は。まあそれでもね僕好きなシーンは何個かあるんですけど、奥野瑛太さんがね出てるシーンはねかなりどれも良かったですね。はい、奥野瑛太さんすごいですね。あそう、大森さんってねもうなんか毎回俳優が誰かしら覚醒してる気がするんですよね。太郎のバカだったら菅田将暉がもうむちゃくちゃで、マザーだったら長澤まさみですよね。もう怪演怪演ですねあれは。で日々これ口実もやっぱりあのキキキリンですよね。素なんじゃないか、演技なのか素なのかもうもはや分かんないみたいな。推しの子も芦田愛菜ちゃんがねちゃんっていうのももう失礼か、芦田愛菜がねあやっぱりうまいんだなっていうのは思いましたね。はい、っていうところがあって、で今作なんか誰かしら多分すげえ人いいんだろうなと思ったら、奥野瑛太さんがねすごかったですね。もうあの本当にしゃぶ中なんじゃないみたいな、もう普通じゃねえ漂う雰囲気、こいつは絶対ダメだっていう。あと居酒屋のシーンでもね本当に酔ってんじゃないのみたいな大丈夫シラフみたいな、もうすごい目が座っててねすごかったですね。っていうところで、その後輩ですね、射程の役なんですけどが初めて出てくるところですね、商店街の仲間の人とこういますと、でこう道を挟んで真ん中で撮ってますね。で商店街の人たちはこっちに行きます。はい、でこっち側にいます。奥野さん道を挟んで住む世界が違うんだってのが分かりますというところなんですけど、西島さんはねちょっとね真ん中の方にいるんですよね。はい、ち
ちょっと真ん中の方に行って、これどっちにいる存在なのかあやふやだっていうのが分かりますね。でここで奥野瑛太さんが来ますと。でこう対面します。こう関係性がねうまいこと見える配置になってたなというのがあって、僕はこれ結構好きなシーンかなと思いましたね。あとねここはやっぱね絶妙な引き絵と、長回しですね。これがあったのもやっぱ大森さんっぽくていいのかなっていうところでしたね僕は。で喫茶店のシーンね、あれね完全にパルプフィクションでしたね。完全にあのパルプフィクションのカップルでしたね。ぶっ放しまくると、あのカップルがね殺しに行きまくるってところで、ああなんか面白くなってきたと思って、この辺からちょっとね面白くなってくる。でスローンなんですよね。おスローいいじゃんと思って、めちゃめちゃかっこいいじゃんと思ったんですけど、その次のカットがね撃たれんのが一人だけなんですよね。スローで撃たれると、せめて二人いた方がいいんじゃねえかなと思ったりしましたね。ちょっとねあんだけ見切って撃ちまくるというところなんで、まあワンショットずつで二人いてもよかったし、なんか一人だとちょっと規模ちっちゃいなって感じがしちゃうんで、まあもう一人ぐらいやってって欲しかったなというのが、印象でございますね。はい。ただね、あの斉藤匠があのボロクソに打たれまくるところ、あれはね良かったと思います。はい。あの血がねぐっちゃぐちゃになってね、もう肉片も飛びまくると、徐々にね大森さんっぽくなってくるんですよね。編集とか間がどんどん間が広くなっていきます。なんかなんだろう、大森さんが主導権握れなかったのかなっていう気が否めないんですよね、どうしても。まあ編集であったり撮影もねもっととね、いけたと思うんですよね。だって辻さんが撮ってたマザーめちゃめちゃ良かったから、あのステディカムの絵もねちょっとグラグラしてたりね、もうちょっとやれたと思うんですよね、いろんな点で。だからそう考えると大森さんがあんま仕切らせてもらえなかったのかなっていう気がしないでもないなという印象ですね僕としては。だから撮ったけど後で初稿の段階でなんかあれだなって言われて、もうちょっとテンポ良くしてよみたいな感じでちょっとテンポを良くさせた結果ああなったのかなっていう気がどうしてもしちゃうなという感じでしたね。辻さんだったらもうちょっとハンディで、もう絶妙なあの揺らし方でね引きでこう現象を撮るみたいな、もっと見れるかなと思ってたんですけど、そんなシーンもあんまりなくてね、ちょっともったいないなというのを非常に感じてしまいました。いや他の作品はねどれも面白いんで、他の作品をおすすめしたくなっちゃうかなっていう気がしましたね。それでもやっぱ大森さんはやっぱいい監督だと思うんで、また見続けるとは思いますけど、はい。まあそんな感じで今日は終わりたいなと思います。よければね、皆さんのコメントお待ちしております。そして、チャンネル登録高評価よければお願いいたします。それではまたお願いいたします。